皆さんこんにちは、くるりの日常チャンネルです。今回もくるりちゃんの服を作っていこうプロジェクトやっていきたいと思います。今日のくるりちゃんもだいぶ元気ですね。前日に狂犬病のワクチンを打ったんですけども、元気そうで何よりという形です。今回使う材料はこちら、前回と同じですね。今回はくるりちゃんの全身を覆う形の服を作っていきたいと思います。ただね、服を作るって言っても私も初心者で何をから作ればいいのかわからないので、今回は Amazon でこの服を買いました。 I am banana と書いてありますね。このバナナの服の周りをこの炭治郎の布で覆うような形で服を作っていきたいと思います。この形であれば、まあ、お手本に合わせるだけなので簡単にできるんじゃないかなというふうに思っています。それでは開始しましょう。最初にバナナの服を元に布をどれくらいの大きさで切っていけばいいのか、印をつけています。元々の服も立体的な感じなので、ちょっと回しながら布に印をつけているという形ですね。布に印がつけました。今回は大きなエリアと小さなエリアという形の2パターンになっていましたので、この通りに印をつけています。はい、線の通りに切っていきます。片手だとなかなか切りづらいですね。切り終わりました。結構こう見てみると大きい方の布は大きめに見えますね。ただぐるっと一周回るとこれと同じサイズになるという形になります。さて、この布たちを縫い合わせていきます。今回は裁縫セットに入っていた待ち針を使ってみることにしました。これ使い方で合っているのかな。多分布同士がずれないようにつけるんだと思われます。そしてこの状態でミシンを使っていきますと、その前にミシンでは白い糸しかなかったので、今回黒い糸を帯に巻きつけているところです。これはやり方が全然わからなかったので、説明書を見ながら頑張ってやっている感じですね。この作成の時はこのミシンを使う形になって、なんか手でぐるぐる巻いてたような気がしますね。巻き終わりました。このボビンを使って今回は縫っていきたいと思います。はい、黒い糸をミシンにセットしました。1,2,3,4,5,6 と番号が振ってあるので、順番に糸を通しながらセッティングしていく形です。はい、では縫い始めしたいと思います。はい、縫い始めています。前回前々回に比べるとだいぶ上手くなったんじゃないかと思っておりますが、いかがでしょうか。このミシンは Amazon で買ったんですけども、すごい安いやつなので、折り返しの機能がないんですよね。まだ数回しか使っていませんが、そろそろ新しいミシンが欲しくなってきたという感じです。こうやって布の前後左右を入れ替えながら縫っています。でも録画見てみると、ちょっと糸を通す場所間違っちゃってますね。まあ縫えてるので良いでしょう。大きい面を縫い終わりました。まあ、見た感じだいぶいい形ないかなと思います。まあ、上から見る分には今のままでも問題ないけども、まあ、この内側の方もやっていきたいなという形でしょうか。こんな感じで合わせていきます。ただちょっと見た感じ布が小さいような気がしますね。また今回は決
鬼滅の刃の竈門炭治郎風味にしたいと思います。炭治郎はこのハッピー的な中に学ラン的なものを着ているので、それをこの黒い布をつけることで表現しているという形です。まあ、こういう作り方で正しいのかどうか全くわからないけども、進めていきます。はい、ここでも待ち針を使いながら縫い終わりました。ここに対してこれですね、白いペン、これを使ってトッピングを入れていきます。これはね、全然出なかったんですよね。はい、でここは振りながら出している感じです。でこれ何なのかというと、なんか学ランのボタン的な、それをつけているところです。ボタンみたいなのを実際に縫っちゃうとクロリちゃん食べちゃうかもしれないので、これで一時的に描いているという形ですね。このペンが1年くらい前に買ったものだったので、全然インクが出ませんでした。こちらで完成になります。遠目で見る限りではなかなかいいんじゃないかな。で作った内側のものと本体をくっつけていきたいと思います。実際くっつけてみたんですけども、左側のところ大きく穴が開いております。やっぱ一番最初に布を切るとき少し大きめにした方が良かったかなと今更ながら思っているところですね。このところは少し補修を入れていきたいと思います。はい、こんな感じで当て布をしてこれを塗っていくという形ですね。はい、こちらで終わったところです。はい、遠目から見るとわからない感じなんじゃないかな。はい、で服自体は完成したので、これをくるりちゃんに着せていきたいと思います。はい、まずはくるりちゃんに見せて反応を伺います。全く興味がなさそうな感じです。ちょっと檻を開けてみましょう。あら、尻尾をフリフリしてますね。まあ、この服に興味があるのかおもちゃだと思っているのか、その辺は謎です。はい、くるりちゃんに着させてみました。なかなかいい感じではないだろうか。ただ枕のところ全然見えないですね。それでは床に下ろしていきたいと思います。裏返すとなかなかいい感じのアクセントが出てますね。かわいい。近々これを着て近くに散歩に行きたいなと思っています。作ったんだから、くるちゃん、かわいい。その後結構くるりちゃんは撮影していたんですけども、なかなかカメラ目線になってくれません。ちょっと近寄りつつ撮っている感じですね。最近このボール結構お気に入りなんですよね。謎のくるくる回転を始めました。どうしたの？ということで今回はこちらで終了になります。次回も何かしら服を作りたいと思っていますが、何をやるかはまだ未定です。もしよろしければチャンネル登録お願いします。それではまたねー。